兵庫ジュニアグランプリは、兵庫県競馬組合が、園田競馬場だあと1400メートルで施行する、地方競馬の重賞競争である。格付けは J プニア。正式名称は、農林水産大臣賞典兵庫ジュニアグランプリ。副賞は、農林水産大臣賞、日本中央競馬会理事長賞、日本橋協会連合会長賞令賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞。 地方競馬全国協会理事長賞、関西スポーツ五社賞、兵庫県馬主協会会長賞、兵庫県競馬組合管理者賞。兵庫県競馬組合では、中央競馬及び、他地区との交流促進という全国的な流れから、それまでのアングロアラブ系競相馬に加え、1999年より、サラブレット系競相馬を導入するようになり、 その年デビューした二歳馬の全国交流戦として、兵庫県競馬初の統一ダートグレード競争として、同年よりスタートした。このレースは、年末の全日本二歳優秀にや、兵庫県所属馬にとっては、そのジュニアカップに向けても重要なステップレースと位置づけられている。2007年に、屋内競争から J プニア競争に格上げされた。2007年までは、指定競争、 プリンスリートロフィーの上位2等に優先出走権が与えられていた。現在は重賞兵庫若駒賞がその役目を担っている。2016年の第18回までに地方所属馬の優勝は4回ある。地元兵庫は2着3回はあるものの、まだ勝利していない。現在は兵庫県定馬組合設立周年記念シリーズのメインレースとして開催されている。 また、これまで、笠松競馬場で11月23日に、施行されていた全日本サラブレッドカップがダートグレードの申請を取り下げたため、2005年から休日開催が可能となった。2016年は、農林水産大臣賞がつかず、兵庫ジュニアグランプリの名称で施行された。12回までの優勝馬のうち、4頭が障害競争を経験している。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。